著者、吉川英二花神浪人。土読、七味春頃。親の赤。几帳面な判定の中に、たった一人、ひどく目障りな男が、このごろ、御用部屋にまごまごしている。彼は俗に言う、ずんぐりむっくりな体格で、年は二十六、歳だった。 若いくせに、いつも襟元が薄汚い。袴の紐も,もよくしまっていないと見えて、後ろ下がりにずっこけている時が多い。おい、数えのん。と呼ぶと、うーん、と、体ぐるみ回して振り向くといったようなどんじゅう感である。少し幾首のせいであろうが、そのくせ人を見る目は、ぎょろりと一癖あるので、そう小ばかにも扱いがたい。したがって、 彼にはまだ友達ができない。尊敬する気にはなれないし、顎で使うには厄介なのだ。ここの御用部屋には、馬回り役とお使い番とが雑居していて、相当用事も多いのだが、数えもんだけはいつもジムから有利して、孫ついている風であった。たまたま誰でもいいような使命をあてがうと、平気でズボラをやるし、また忘れっぽい。とても竹へ立つ使者だの、 軍足の大事な用向きなどにはやれたものではない。だから、御用部屋が暇だと彼もほっとするらしい。忙しい時、まごまごするのは彼の責任感がさせるのだった。暇になると、和役や同僚のやっている意合を、後ろに立って懐でで、頭越しに覗いていたりする。どれだ、あれは。とかく、誰にも気になると見えて、 まだ彼を知らない奥向きの老人などでも、よく彼の同僚は尋ねられた。は、俺は先頃、奥に表の方から江戸めに転訳して参った、は、数えもんでございます。そう同僚が答えると、次にはきっと、誰でも同じように頷いてつぶやいた。どうりで、どことなく、老人臭い男じゃと思ったら、あれが丘の時代儀のせがれか。 それでまだ、親の赤が抜けておらんのじゃな。浪人骨。侍の中には、浪人骨という言葉がある。現和傾ご頃のそやな血をそのまま持っていて、元禄という文化時代へ来ても、どうしてもそれが洗練されない。そして、平和な社交で奉公人の肩にはまらない人間。それを、浪人骨の太いやつ。 よく言うのである。数えもんがそれだし、彼の親の岡の自大勇がまたそれだった。豪法不起な立ちだったのであろう。もう十数年前に朝の家を浪人して、ガとして浪行に貧乏を通して死んだ。別に在家があっての浪人ではないから、その子の数えもんはまた元の朝の藩の家養子にもらわれてきた。しかし、親ほど、 ロ呂人骨が太いとは、妖怪でも思わなかったに違いない。ところが、数え物のロ呂人骨は、親の時代を以上に太いものだった。今でも、国元の者の間に、のりせ、殿様を謝らせたのは、あやつばかりだからのう、と和平に残っていることがある。それは、ある夏だった。赤江城に近い千宇川で、 川刈りが催された時である。船中の宴の座郷に匠の髪長のりがふと言い出した。誰ぞ、あの飛び交うつばめを切り落としてみい。と、そして近銃の中に混じっていたカズエモンに目が止まった。そっちに申し付ける。カズエモンは黙ってお辞儀をした。お断りするだろうと皆を持っていると、彼は小舟を離して、 川の中ほどへ行き、刀を抜いてためていた。鋭い声とともに、彼の体と刃とが宙へひらめいて、伸び上がったと思うと、水面に片羽を切られたツバメが一羽、浮いて流れていった。よーしたと、匠の神は呼び寄せて、逆月を与えようとしたが、数えもんはすっかり面を膨らせて、何か不平そうに固くなったまま、 手を出さないのである。んとした。匠の神が言うと、今か限り、おいたまを頂戴いたします。と、言うのだった。彼の理由には、当然なところがあった。自分の武芸は、一朝君下に何事かあった場合に役立たせるためのもので、こんな座教に教するために磨いているのではない。けれどもし、嫌だといえば、 したと笑われるであろうし、訓命にも背く。そしてもし子孫じれば、男として腹を切らなければならないから。武家暴行というものがこんなものなら、やめた方がいい。つらつら、父自大夫が浪人した気持ちもわかると、臆面もなく言ってのけたのである。悪かった。数えも、わしが悪かった。それ以降、匠の神は、 家臣に向かって、そういう座教めいたことを敷いた例は全くなかった。だが、数え物の太い老人骨は少しも細くなっていない。この夏、元禄七年であった。彼が国元から転役を命じられて、江戸詰めに回されてきた理由も、そのごつい老人骨が因を成していた。国家老の王の黒兵衛から、 財布の殿の手へ届いている人事上の文書には、数え文ふらちのこと、として三つの箇条が書き上げられてあった。その三箇条というのは、第一、平成、殺傷沙汰多く、辻斬り、末物斬りなど好むこと。第二、勤務粗暴にて忠誠なきこと。第三、平素勝手元不如意を申し立てながら、 多く人を集め、酒振る舞いなどいたし、武家屋敷にあるまじき林など、時折漏れ聞こえ揃うこと。だが、匠の神は、その書面を握りつぶしていのであった。彼はなかなか、うを捨てない主君であった。国表では使いがたいそうだから、江戸へ回せという程度で、上府の方に転役させて、何も言わずにいた。 数えエモはもちろん、この転役を喜ばなかった。国元なら自由も聞くし、伸びろく生きていられる気がするが、江戸の判定では、朝も夕も主君と一つ群れにいて、足音も気をつけて歩かなければならないし、非番となっても判定内の長屋住まいなので、馬さ騒ぎもできなかった。それに、 江戸詰めの人間は、どれもこれも、軽薄に見えた。社交が上手で、右霊で、何かというと、殿様の前で、声を潜ませるのを得意としている。そんなわけで、数えもんには、三月たっても四月たっても、親しい友は、できそうもなかった。作らぬ廃人。今も、 ごを囲んでいる連中の頭越しに、懐でして突っ立っていた。そのカズエモが、時々クスクス笑うので、富森スケエモに打ち込まれて、負け色の田中サダは、気になってたまらない。時々、じろっと、カズエモの顔をねめ上げるが、カズエモの神経には、何も響かないのだ。そばには、中村セエモンだの。 他四五名も見ているが、誰も立ってなどいるものはない。その者たちも、数えんの武者法や笑い方が気に触っていた。で、一曲崩れると、ふわうじいと、正えが振り向いた。聞こう。だいぶやるようだな。一線試みよう。わんなさい。いやあ、拙者、ごなど一向に知らん。 でも、覗いていたではないか。退屈だからで。しかし、何もわからないものが、そう長く熱心に見ていられるわけのものではない。拙者が見ていたのは、ついエリモドからバの上に取り落としたシラミが、誰のところへ歩いていくかと、それを楽しみに見ていたのでござる。呆れた顔と、行き通って青くなった顔とが、彼の後ろ姿を見送った。 カズエモンはぶらりと御用部屋の外へ出てあくびをしていた。脇玄関の古老家に明るい秋の日が差していた。ハギガキネの下にハギの花を浴びてこの頃生まれた犬の子が白い親犬に戯れている。カザー、カザーを。カズエモンは自分の手を犬の子に噛ませて戯れていた。 すると今、門の方へ出て行こうとした藩士の一人が、足を止めて退屈そうな数え門を振り向いていたが、目を見合わすと話しかけた。お暇か、ふわどの。さればで。と、彼も自分の持て余している体に気づいて苦笑した。どうですかご一緒にそこらまで。おもいたそう。 数えエモはすぐぞウを履いた。江戸はまだ不安内な,なので、一も二もなくそう言ってくれた人の行為が嬉しかった。その人はお越し物番の大高玄護であった。玄護はいつもご用部屋にいながら、そこに同化していない数えエモを眺めて、友達がないな、と察していたのである。外へ出てから数えエモは尋ねた。 どこへおいでになるのでござるか香川ですよ。香川、今夜の会は英体の千鳥庵でして、大川尻の眺めもなかなかいいところです。まあ、一度来てごらんなさい。物柔らかい言葉遣いが京都の大町人を思わせるようなところがある。数えもんは心の中で、こんな侍は国元の方にはいないなと思った。 久しく酒にも乾いている。心から飲み合う友がないからだ。ともかく、カズエモはついて行ってみた。チドリアンといえば、いずれ洒れた料理屋であろうと思って。ところが、そこは静かな川いの貸し席で、総生頭巾の老人とか、医者とか、僧侶とか、町人の旦那衆といったようなものばかりが、ひっそりと、 みのかの中に集まって、めいめい筆と短冊を持ち、しわぶきもせずにいくを作っているのだった。来るのでなかった。と、数えもんは後悔したが、追いつかなかった。夕方、弁当に酒が一本ずつ出たので、せめてそれを慰みに、うんざの様を眺めていた。じっと話もしないで、 それで退屈そうでもない人々が彼には不思議だった。柿もみじ、新州、後の月、そんな石台が張り出されてある。何のことか彼にはわからなかった。大高言語の句が読み上げられると、うという名で答えたので、ほほう、潮という配合を持っているのか。と、数えもんは、 初めて知ったほどだった。彼の前にも紙と筆が配られてあったが、元より苦など作れもしなかったし、作ろうとも思わない。そのうちにあくびが出てならないので、肘掛け窓によって大川の夜空を見ながら、無意識に鼻くそをほじっていた。最初の人。 雲座の帰り道である。まだご存知はあるまい。こちらは一貫のと申されて、同藩の小山田正左衛門殿,殿のご玄符ですよ。と、大高仕様に引き合わされて、私は不和数え衛門でござる。と、みちみち挨拶を交わしながら三人で連れになった。小豆色の十徳に投げずきんをかぶり、 袖口から小田原上鎮をぶら下げて一貫は歩いている。人品のいい、聞かない気性の老人に思われた。ご子息はまだお一人ですかな。何かの話から仕様が言うと、老人は尖った肩を振って。さて、あいつはの、いつになったら女房でも持つ気になるか。はははは。 闇を払うように大きく笑ってからまた。何よりは妹の方がもう年頃。これは盛りを過ぎてはいかぬ。虫のつかんうちにどのも一つ心がけておいてくだされ。と真面目に言った。あの地下殿がもうそんなお年頃かのう。二十歳を一つ超えたがな。 一貫は、下打ちするように、断じて言う。永代橋まで来ると、潮は、俳優の雪中案が、風で寝ているので、見舞いに立ち寄ると言って、わかり気まり。かぐえもん殿、ちょうど鉄砲添えの雪道ゆえ、ご老人をお宅の祖母まで送ってあげてくださるのか。言い残して、川筋へ曲がった。 かずえもんはちょっと気色に触った。別れたら一人でどこかで飲もうと無ざんしていたあてが外れたからである。だが、一貫はさばけた老人だった。若い者のそういう顔色が特く見えたのかどうか。まだ早い、まだ早い。ついでにせったくへお入りなさらんかせがれも好きな方じゃ、夜長に。 一貫組川かわそうで。と、いう。寄ってもいいと考えていた。ところが、柿山橋の上まで来ると、足早にすれ違った黒羽織の武家が足を止めて、親まだの隠居か。と、呼びかけた。一貫が何気なく、お誰か振り向いた時、その男はいきなり羽織を脱い捨てて飛びかかってきた。 キラッと、白羽が目をかすめたので、何する一貫は晴れのいたが、もう七十字回老礼である。体に粘りのないせいか、その勢いのまま仰向けにひっくり返った。老人、俺に恥をかかせたな、恥を。甲をわめいた顔の上に、高く刀を持つと、武士は二度目のかかとを蹴って、立ち上がろうとする一貫の真っ向へ 覚えたかと、大殴りに振り下ろそうとした。その早かったことに、数えもんもはっと思った。国元で辻斬りをやった覚えのある彼は、今の言葉が耳に入らなかったので、それだとすぐ思った。彼の伸ばした腕は、一貫の頭へ、刃が降りない先に、その武士の襟紙を掴んで、勢いよく引き戻していた。 へたみ、そんなことで、辻切りができるか。顔でも洗って出直せ。ドボンと、途端に真っ白なしぶきが、はしぐいの下から立った。欄干を越えて、一貫の体にも、数え物の影にも、水玉がかかった。うわ、冷たい。冬打ちの白人よりも、その方が、彼をはるかに戦律させた。すると、その塩に。 お父様と走り寄って一貫に抱きついた女性があった。カズエモンが生まれて以来美しい人とこの世で意識した女性の最初のものを彼はそこに見たのであった。彼の場合末娘のオちがであった。娘も次男も三男も 皆、みな竹へ片付いてしまい、小山田家には今、跡取りの正左衛門と末娘のおちがとしか残っていない。一貫は腰をさすって、残干を力に立ちながら、いやいや、おちがじゃないか。なんでこんなところへ、と、眉をひそめた。でも、今の、小田祐之助様がひどい小結うで、お父上の出先へ行き、 一部を立てんのだ。本当に怖い捨て言葉を吐いていらっしゃいましたので。もしもこんなことがありはしないかと感じましたので。じゃあ、わしのロスにまた来よったのかええ。兄様は織田様の声を聞くといてはまずいと裏口から出ておしまいになるし。それは困ったろう。挙句の果てにおごったのか。親子として あざむいたのだ。一貫を切ってしまうと、ほしちゃいました。ははははは。あんな惚れのやばい次男棒に、小山田一貫の首が切れて止まるものかよ。でも、と、おちがは、暗い顔もを覗き込みながら。あとでまた、どんなことになるでしょう。旗本衆は、怒涛を組むから、とても怖いと、よく世間で申しますから。ほっとけ、ほっとけ。 一貫は自分で相手を投げ込んだようにそう言ったが、ふと気づいて。そうじゃ、おじが、かずえもん殿に礼を言え、ここまで送ってくだすったのじゃ。かずえもんは感心したように、おじがの顔ばかり見ていた。当然、彼は親子の行為に甘えて、親山田家に立ち寄った。一貫は隠居の身だし、正左衛門はいなかったし、 百国ばかりの昇進な住まいなので、気の置けるわずらいもない。もう、もう、これ以上は、頂戴できませぬ。また次の日に、後の分を飲みに参ることにいたして。今宵はこれにて。ずえもんは、エベル家によって、久しぶりに堪能したらしく、帰っていった。落ちがは、後で。はましらい。 無邪気なお方でございますね。と、父へ言った。その晩から、カズエモはたびたび遊びに来た。いつ来ても、息子の小座エモとは出会わなかった。あまり家庭に見えないので、ある時、ブエンに聞いてみると、旗本仲間に友達ができよって、近頃、遊びは覚えるし、付き合いばって困りものじゃて。と、一貫は、 にがりきって答えた。そんな事情を知ると、いつかの晩、柿浜橋で一貫に切りつけてきた男も、何の意趣か、事情が読めてきた。あれは、旗本の織田祐之助という男だった。家柄は恐ろしくいい。織田右大臣の血脈だというのである。それが息子の商在門と婚意であった。商在門は、 死には隠しているが、だいぶ彼から遊びの借財などもあるらしく、何かの時、妹を妻にくれないかと、ゆうのすけから切り出されて、小在門は断りがたいはめになっていた。一応という余地も置かずに、先の家柄や裕福な点や、また男ぶりだって不足はなかろうくらいで。承知いたした。 そ公がもらってくださることなら、父も妹も二つ返事で喜びましょう。まったく、彼自身もそう思い込んだから、その通りに受け合ってしまったのだ。ところが、つむじ曲がりな一貫は、息子からそれを聞くと、何も、ともとなどに、娘をもらってもらわんでもいい。家筋がなんじゃ、分けて近頃、名門の次男坊ともの風紀は、 はらはら面白くない。きっぱり、パルテやれ。少し、商材門の持ちかけ方が、父や妹を喜ばせようとしすぎて、古代でもあったせいか、余計に反感を買って、適々しく、こう、一周されてしまった。だがまた、機嫌のいい折もあろうと、正左衛門はかをくくって、一方の織田家へも、手よく言い繕ってきたのであったが、 一貫の気持ちは、その後も、一向変化しない。半年過ぎ、一年経った。小田雄之助は友達へも、おじが殿を、妻にもらう。とかなり前披露してしまったし、商材門もつい当座の嘘に嘘がかさんで、のっぴきならない板挟みになってしまった。結局、その嘘は皆、親父が顔面で、 この結婚を理解しない。というせいに帰着させて、所在門は近頃、ゆうのすけを避け始めたので、物質的な損害も受けているゆうのすけとしては、親子凶暴の上に添いない。と怒って、ひどく一貫を恨み始めた。それでもまだ、おちがの医師に多分な頼みを残して、留守を伺っては二三度訪れたが、 おちがも震え上がっているので、その三度とも玄関で追い返したので。よし、その分ならば、一貫の出先へ行って、今夜こそ、俺の一文を立ててみせる。後で嘆くな。と、最後の捨て台詞を吐いて、チドリアンのうんざの帰りを待ち受けていたか、あるいはそこへ行くすれ違いに、先夜の暴行をカットしてやったものだ ああ、よかった。あれでもうおきまい。一貫はそう言って、ひどく肩の荷を下ろしたつもりでいた。もちろん彼としては、おだけに借りも貸しもないつもりであるから。そして、えもん、また来いよ。と、彼を地層して返すたびに、帰り際にはきっとそう言った。口に出して礼を言う老人でなかったが、 柿浜橋の時の彼の働きは内心、大いに他としているのであろう。偶然、そういう事情の中に近づきとなったので、数えもんは老人にも愛されるし、おちがにもいつも笑顔で迎えられた。で、和えもんは、よのすけは断っても、俺ならばくれるな、と思った。何かで旗本の噂だの。 ゆうのすけの話が出れば、おちがも一貫とともによく言わないし、反対に自分には絶対な行為を示す。かずえもんのくせで、ごぞくじょう、もう一本、と、酒と後引きや、餃子の夜ふかしになっても、では、これっきりでございますよ。おちがが愛くるしい目で、睨むまではするが、決して嫌な顔はしない。その上、 酔った戻りに、どぶへ落ちたといえば、洗い物を持っていらっしゃい、と言ってくれるし、寒くなれば知らない間に、冬着を塗っておいて。送り元から参りましょうが、お間に合わせに、お召しくださいませ。と、おちがが、つけ糸まで抜いて、見た毛を見ながら着せてくれたりする。着立ての良さ、おちがの美しさ、身分の高下も担当ない。 それに同伴ではあるし、カズエモはすっかり自分の幸福を信じていた。江戸詰めに回されてきて帰ってよかったと、その秋から冬まで思っていた。幻影カズエモは嬉しいことは嬉しいと表に表すたちだった。当然判定にいても、 この頃の彼は違っている。同僚が怪しんで。わあ、うじ、何か、嬉しいことでもあるのかすると彼は、ある。例の締まりの悪い襟元から毛深いゆくびを伸ばして言うのだった。せっしゃりに、そう愛の過人ができたのでな。本当か。冬にしては、この頃ちと、病気が暖かすぎるが。 笑い事ではござらぬ。まだお微力だし、何のご方向外も表しておらぬゆえ、遠慮申しているが、なんぞの折に、メトロと考えておる。この胸だけで何の先方でも、そういう考えているらしい。恋は色に出ぬほどの良さと、健康法しか誰かも言うてある。こうから恋の公尺を聞こうとは思わなかった。一体、その過人とは誰だ おやむないかんどの娘。えうちがったのかそれば、あれならば美人だが。しかし、同僚の誰も飲み込めない顔つきだった。信じ抜いているのは彼自身だけだった。と、ある日。わうじ、ちょっと、顔を貸してくれないか。背の高い苦み走った美男子で、 見なりや動作にもそつのない武士が、五郎家の隅で出会い頭にささやいた。お、そこもとはと、数えもんは丸っこい目を上げて、彼としては最大な陰銀さを持ってお辞儀をした。おちが殿の、お兄上でござったな。さよう、手前が、おちがの兄、小在もんです。隠居や妹が、 いろいろお世話になっておるそうな。どうつかますって。一度、お礼を述べたいと思っていたが、お役部屋もかけ離れ、先頃までおしも屋敷の方に詰めていたので、つい折りもなく、失礼いたしておりました。あんの、そのご挨拶は、それがしの方からいたすことを。ところで、今日は、ご用のご都合は 差し支えない体でござるがそこまで、どうでしょう。付き合ってくださるのか。地頭寒いし、雪模様だが。この頃、徘徊ばやりの良しでござるが、うんざの席へでもはっはっはっは。潮 <laughs> <laughs> 殿のような風流は、それがあとの,の柄ではありません。もっと、俗なところで。と、そこでは一度別れて、 約束の刻限に、数えもんが通用門から出ていくと、正左衛門は先に外へ出ていて、灰色の酔い空を眺めながら立っていた。鉄砲図を離れると、かごうと、正左衛門はすぐ通りかかる看板を呼び止め、どこか行く先を支えて、そう、どうぞ、それ、と、数えもんへ進め、自分も乗って、 タレをパラッとおろす。いかにも江戸慣れている肌合いが、数えもんにはこれでも同伴の人かと不思議に思えた。もっとも、江戸表の上布組の死と国元のお城型とでは、誰にしても多少寄付や生活ぶりが違ってはいるが。かごがつく。そこは日本包みだった。 堀の涙橋から少し歩いて隅田川の方へ入ると、数えエモなどはくぐったこともない粋な貝殻吹きの門がある。言うまでもなく吉原通いのふらつぎの茶屋だ。酒が来る。女が集まる。寒いわえ、あんぞ、温まるものでも。というので、鍋物が全代わりに囲まれて、数えエモにとっては、 なんだか夢みたいな気色になった。だが、彼はいつになくあまり酔えない、詳在門から大事な話があるに違いないと思うからだった。もちろんその妖談は、おじがと一貫の意中を伝えて、自分の意思を聞くことと決まっている。そう話を進めて来られたら、なんと返事をしよう。来年はまだちと早い。 さらいどしか三年後か。そんなことを描きつつも酒は好きだし、つい当然ともなってくる。数えもんは顔がほてってならなかった。おい、そこを少し開けておくれぬかまあ、こんなお寒いのに。女は顔の障子を初手は細めに開けたが。おや、珍しいものが。まあ、綺麗だね。 叫んで、いっぱいに底を開けてみせた。隅田川の広い闇を、まるで幻を見るように、降り出した初雪が、白い島を斜めに描いて、一瞬、酔える人々の目を奪った。雪見船。寒い寒い、そう開けるな。小材門の言葉に、 女たちは慌てて両方から障子を立てた。しばらく食材が炭を吐いている。正在門はそれをしように女たちを遠ざけて。時に、数え門だな。と、改まった。おと、数え門は待っていた言葉を聞いたように思った。そこで彼も、努めて着物の前を合わせたり。 膝を正そうとしたが、あいにくともう手の方が言うことを聞かないらしい。かえって妙に酔っ払っていることを証拠立ててしまう。あいや、そう窮屈にされんでもよい。話は誠に簡単なのだ。もう何事でござるか拙者に、折り入ってのご用向きとは他でもないが、 判定の中で近頃しきりに噂に上るらしいが、何か噂の紐とはそこ即と自身の口からだと人は申すが。それは、母、思い当たることもある。妹のことです。応えがありますかござりまする。おちがと、すでに婚約があるようなことをおっしゃるそうだが、親間だけとしては、 きっと迷惑に存ずる。どうかあのようなことは以降言われぬようにしてもらいたい。いやあ、ついそんなことを言い申したが以降は言い申さぬことにいたじまする。まだいずれにしても両三年はとりきめなさるまいな。何もまだ考えておりません。とかく人の口葉はうるそうござる。足しげく 宅へお遊びに来られることなども、お互いのため、しばらく、おつしみくださらぬか。かえもんは、言葉の表に現れたことだけしか聞かない。で、彼はむしろ、その晩の酒を祝福して十分過ごした。しょうざえもんの方は、それで結構、こっちの意思は通じたものとして、一足先に帰ってしまった。 ああ、また、酔ったか。これはいかん。もう何時か。数えもんは、酔いつぶれていた。ふと目を覚ますと、女もいない。小材んの姿もない。手を叩く、怒鳴る。女が来て。褒めさめでございますか親舟殿はいつの間に帰られたのじゃ、帰り道がわからんではないか。弱ったぞ、これは。 ご心配なさいますな。鉄砲図の近くまで、チョキでお送りいたします。チョキとは何だお船でございます。船か、それはいい。あれ、ブのございます。ただいま、お支度させますから、ちょっと、お待ち遊ばして。雪は小闇だったが、チョキの上は、耳がそがれそうに寒かった。先導、茶屋のものは、 確か酒を入れてくれたはずだの。その箱火鉢のそばに温めてあるのがそうで。ほう、これか。カズエモンは手酌で飲みながら。ああ、いい心地じゃ。ゆるりとやれ、ゆるりと。島へ行くんですから、ろくに来いじゃおりません。早いの。そんなに、この川は流れが急か特にお片手に。 覗き込んでいた時だった。チョキにつるんでついてきた一層の館がある。それがいきなり、三好をぶつけてきたかと思うと、チョキの先導はわざと、勢いよく数モンのそばによろけて、あ、あぶねえ。彼の腰をどんとついた。数モンは特利を持ったまま川の中へもんどり打って飛び込んでしまった。 厚着をしていたのと、酔っていたところなので、彼は少なからず面喰らった。しかし、水には達者なので、すぐ大小を片手で束にして抱え、片手で袴の紐や帯をほどきながら泳ぎ出したが、その間に、チョキはもう遠く去っている。近くに、そしらぬ顔して、館は雪見をしていた。 船障子を細めに開けて。見ろ、あの田舎者が飲みつけぬ酒を食らったので、まだアブアブやっている。いい手際だって、へっへっ。今夜あたりは、さだめし冷たかろうな。狭い館の中に、明かりは華やいでいた。酒もある、女もある。そして客は、五人ほどの旗本で、直参でないものは、その中に、 お山田正在門一人だけだった。雄之助様、これでもいつかの晩のごうっぷんは晴れたでしょうな。同時に、それがしが決してあなたを裏切っていない証拠も見ていただいたと思います。その正も門が逆きを笑って旗本の中の一人へ刺すと、微服に包まれた色の小ろい小田雄之助は、いやいや、すっかり、 胸が晴れたとまではゆかぬ。もう一つ、晴れねはならぬものがあるぞ。と、次男坊らしい物言いで、最後にかぶりを振ってみせた。春末家。カズえ門はもうあのことを口にはしなくなった。小山田家もそういかない。大いにつしんでいるわけだ それだけにまた彼のみの心理としては前より強く胸の中で一人楽しみを温めている傾きもある。なぜかこの頃あまり俺を言わなくなったぞ。わざと話しかける同僚もある。でもカズエモンはおじがのことは避ける。そしてただへらへらと笑う。褒めでたいというのはカズエモンのような人物のことだろうな。 影の噂は少しも彼に反映しない。目で見ても物事を疑うとか、疑ってみようとかしない彼であった。隅田川の災難も過失だと思っているのだ。むしろ自分の深く、恥とさえ思って残機しているくらいで、あの檻の屋形船の中に小材門や竜之助が自分の苦しみを眺めて、酒の魚にしていたなどとは、 彼の性格では、そう、人が教えてやっても、嘘だというに違いない。けれど、真実は結局、誰か真実を見ている。たって、友達のなかった彼にも、いや、あれには、いいところがある。と、次第に親しみを加えるものが、いつとはなく、判定の中にも、幾人かはできてきた。押し詰まって、御用じまいの暮れの十五日。 安定の長屋で、数えもん並みの同僚ばかりで、十四五名で、持ち寄りで一尺やった。その時一人が数えもんを捕まえて、俺は貴様の友達だからこそ言うのだぞ、と、酒の上のみではない熱意を持って聞かせた。小山田家の落ちが殿は、この暮れの三十日に、小田家へ腰入れをする。もう、ゆいのうもすみ。 あの家では春の支度で花嫁の準備で友禅小切れや綿くずが庭先に吐き出されてあるのでもそれがわかる。というのだった。そんなはずはござらぬ。カズエモはがえんじない。だがさすがに少し不安な色も見せて。つい先夜も拙者は一貫殿を訪れて遅くまで飲みあったのだ。ちがどのも。 何も話はござらなんだ。と、いう。では何か、気候は一貫のなり、また落ちがどのなりと、なんぞ固い約束でもなされたことがあるのか友達が正すと、おんにゃ。と、数えもんはかぶりを振って、そんな公約などはしてないが、自分の腹は決まっているし、落ちがどのも自分が望めば、嫌という気遣いはないのだと、どこまでも言い張る。 こうなると、むしろ不憫だ。友達は彼を前に差し置いて露骨な顔を見合わせた。いやあ、すっかり話して聞かせた方がいい。数えもんと来てはまるで世間も女というものも知らないのだから。ようか。と、友達どもは引導でも渡すように彼を囲み直して、だめだよ。諦めろ。と宣告した。 その、打ち明け話によると、小田家の方ではその後も少しも手を緩めずに今儀の話を進めていた。柿浜橋での乱暴を小田家の方から帰って人を返して謝罪してくるし、また他年積もっている小山田の親戚先の負債まで整理してくれるやらで、刺し物頑固な一環もすっかり顔を折ってしまい、先ごろ。 和解と結納が一緒に進んで、班長へも、今儀の届け出が、もう、差し出されているというのである。カズエモン、これでもお主は、おじか殿を妻に持つ気か持てると、まだ思ってるかカズエモンは、腕組みしたまま、自分の頭を畳の中へめり入れるように、うつむき込んでいたが、やがて、少し冷めかけた顔を持ち上げると。何 おてないとは思わない。と答えた。えあっけに取られた友達の顔を下に置いて彼は立ち上がっていた。まだ、わからぬ。まだ、おちが殿の心というものがござる。その心を誰が知ろうぞや。彼は先へ出て行った。残った連中が後から出て行って。 帰りがけに、かずえもんの長屋の戸をすき見してみると、かずえもんは布団の中に潜って高いいびきをかいていた。あいつは、幸せ者だよ。まだ疑わないのだ。結局、あの方が人間は来やすいな。かえって彼らは、かずえもんを羨ましく思って寝た。竹垣ね。 もだえがなければ、かずえもんには、恋がないのだ。しかし、彼にはやはり、彼なりのもだえがあった。そのもだえ方は、かえって、そうな顔や、憂鬱な眉のできる人間よりも、強いものかもしれなかった。かずえもんのは、それがいきなり行動として出てしまうものだった。この三四日は、多少むっつりしていたが、別段な様子もなかったのに、 三十日が腰入れと聞いた。その前夜の二十九日。真夜中だったが何を思ったか不意に布団を跳ねのけて。そうだ、落ちがなの心のほどは誰にもわからぬ。ぷいっと外へ飛び出した。もう門限で判定は裏門ともに閉まっている。だが門番とは日頃仲が良いし。 また彼は正直に事情を訴えて頼んだので、門番もそっと隙を作ってくれた。夜明け前には帰る。そこを出ると、数え門の足は速かった。小山田の家はそう広くもなく、お勝手は十分に尻抜いている。表は門も塀もあったが、寺隣の庭の横に竹垣根の一部があった。彼は難なくそこを越えて入った。 明日は花嫁として、竹へ腰入れする女性の部屋へ、深夜、外部から戸をこじ開けて訪問するということが、どんな非常識であり罪悪であるかを、彼はそう深く自分に尖めなかった。ガタガタと戸に手をかけている間も、カズエモンの目には、いつも自分に会えば微笑む彼女の顔しかなかった。こういう方法に出たのは、 もう一貫だの、正在門だのを通して聞くよりも、彼女自身の口から直に聞くべきだと思ったからである。一貫や正在門には、侍として言い難い気持ちも、お違い向かってならば、自分も言えると思ったからである。当然、彼の物音に、部屋のうちの者はすぐ目を覚ました。は、誰し 女の声が中でおののく。おちがどのしゃだ。かずえもんでござる。つ<て>立然と、うじへ触れて立ったような絹ずれが、うへだてた外にまで漏れ。お、お静かに。おちがどの、静かに。そのくせ、かずえもんの仕方は少しも静かでない。一枚のとをガタガタ揺すって、 外へ外し、のっそり入っていこうとすると、死ね物をビュッと、胸板へ向かって手槍の光が闇の中から飛んできた。しまった後ろ飛びに庭へ飛ぶと、この死ね物をお、槍は彼の影をつけまわして離れなかった。いや、またあれ、もんどのではないか、カズもでござる。黙れ、フラチな何がフラチンその文字。 もう許さん。落ちが殿に胸の底を問いに来たのじゃ。落ちが殿をここへ呼んでくだされ。ば、バカ。小在門は声のつぶれるほど怒って怒鳴った。あれほどいつかも申したのに、まだ証拠りもなく妹の後を追いますか。犬のようなやつだ。武士か、それでも。風門のかつて人に怪我されることを許さない者に。 その口汚い唾がピリッと触れたらしかった。何もう一言申してみ。蒼白の顔から髪がさっと立った。犬のようだと言ったのだ。親山だけには犬にくれるような娘はおらぬ。言ったなカズエモンは相手の槍をひったくった。そして小材門の体を振り飛ばすように振って。なんだ犬に獲物を取られて。 それでも無士か力任せに槍の絵で相手の背骨を叩きのめし、その槍を落ちがの部屋の中へぶんと放り込んだ。わかった。バイのように金や検問に買われてゆく女だったのかぺッ、ぺッ。もういい。胸が空いた。一目散にそのままカズエモンは判定の長屋へ帰ってきた。足を洗って寝床の中へ潜り込んでいた。 するとやがて、ひきょうもの、こわいのかさぜもん、ててうせい。と、門んぐちで、いいののしるものがある。おいかけてきた、おやまだしょうざいもんと、その父ちちの一貫なのだ。こわだかに、いえのなかへよばわりながら、だいとうをそらして、つかをたたくのだった。うまやのかんば。けんかだというこえが、 お長屋の隅々まですぐなり渡った。安定なので、表役人や、門番の番子なども駆けつけてくる。何の意志があって、竹へとがせる娘に、荒らぬ悪馬を浴びせたのみか、娘の部屋へしろたか、その返答を受けたまわろう。仮名に書いても、カズエモのそっくり申し受ける。以上あらば、これへ出て、 武士らしを行言ってみよう。小山田上子の周りには何事かと驚いて起きてきた人々が真っ黒にたがってなだめたり、理由を聞いたり、帰って怒られたりしてごった返していた。どうしてまた、和右衛門が判定を出たか。ボンバンの責任を言い出すものがあるし、同心を迎えにかけるものがあり、屋内へ入って和右衛門に何か質問している同僚たちもある。 ほのかに、夜はしらみかけていた。匠の神は早起きだった。いつでも、馬屋に気の荒い哀場の足響きがし出す頃には、風呂所、風呂所から上がって祖先の仏間に礼拝しているのが常である。その間に、夫人は、畜草と呼んでいる奥殿の離れで、静かに朝茶の釜を炉にかけている。その釜の湯のたぎる頃、 匠の髪の庭下駄の音がそこへ近づいてくる。奥、何であろうの最前から騒がしい声がいたしまする。長屋じゃの。若侍どもが何かいさかいを始めたか。とのいは誰じゃ玄護でございました。じゃあ、後にしよう。博士を持った古匠は彼の早い足の跡から小走りについてい 匠の神は、諸院の縁に至った。言語、言語、は、夕べのとのい、大高言語は、縁端に手をつかえて、匠の髪の眉を見上げながら、お耳に触りましたか、と、恐怖した。誰じゃ、あのわめきは、小山大官親子でござりまする。喧嘩じゃの、隠居が、何しにまた、せがれとともに、 あのように立腹いたしているのかはあ、相手は誰ふ,ふわ、カズエモンでござります。うん、あれか。と、匠の神は、苦笑を閉じるように口を結んで、カズエモンでは珍しくないことだ。言語、そっちにも言い含めておいたはずではないか血と、あの祖母を、ため直すようにせいと。 魚医もござりましたゆえ、一二度、徘徊の席などへも誘いましたが、一向風雅などは心にも染まぬ様子。それに、数えんの数えんたるところは、やはり野育ちの素白な性質。あの、両人ぼれの太いところにあるやに存ぜられますので、実は、その後は放っておきましたわけで。そうも言えるの。なんじゃ、 まだやまぬようではないか。利比はいずれにも聖。判定のうちで、双方とも武作法千万見てまいれ。酔いのあげしよう。聞き役は言語が聞き取った。双方の申し分はそのまま、言語から匠の神の耳へ届いた。困った問題が。 こういう顔は採血を待つ間の言語の表にだけあるもので、匠の神はさほどな手でもない。教則によってしばらく人金はしていたが、どっちも藩士である。可愛い家来なのだ。傷つけたくない。そういう気色は見られる。こうさだせい。採血はついた。匠の神の胸を受けると、言語は君意を報じて、 テキパキと申し渡し渡た。今日はご息女が腰入れの当日であろうが遠慮の家店の儀運ばれるがよい庄左衛門にも妹の祝日とて特に何らのお咎めはない一貫はやや不服な色を眉に表した庄左衛門にも特にお咎めなしという沙汰は庄左衛門に何かとがあるように 耳へ響いたからである。だが、親の欲目でも、それへ触れてゆくのは、後ろめたかった。自分の知らないフラチがありそうにも思えるのである。しかし、老人の癖で、何も言わずに、引き下がれなかった。して、相手方の数右衛門は、どうなりましょうな。その次第によっては、一貫のしあばらを足しても、娘のお名を洗わねば。 たけ、白むくは、着せてやれませんが。とどきものと、ことのほか、殿にもご立腹である。それだけでござろうか。ご折んのため、即刻、転役を仰せつけられた。あと、奥に表の方へいやいや、先頃より、松山城の城受取型の孔明が、当藩に下っておる。そのため、奥に表から、 大石倉之助殿がお人数を引いて四国へ渡っておられるゆえ、その方へ差し回されることになった。何のご反気もなく。言語は、改まって。ご隠居。あなたも、若気のご子息をお持ちのことだ。今までも今まで、この先も、なお、どのようなことが起こるまいも限らんぞ。あまりそのあたりのおさたには、 論議なさらぬ方が、おためではなかろうか。いや、狼のお里でござった。今の言葉は、死を殿として聞いておくりゃれ。どれ、今日は世話しゅうござれば。老人も言語の言葉の裏を読んで、あたふたとひき取った。もちろん、その晩の根気は、万端運んでいる様子だった。それに引きかえて、 数えもんは長屋の一室に平日の面影もなくうつむいた霧でかしこまっていた。殿のお沙汰がやがて下るし、深くおとがめないらしいから、そう恐縮していないでもいい、心配せずといいと、同僚が代わる代わる慰めに来ても、彼は、<laughs> うん、うん、うと、うなずいてみせる霧で、やはり頭を垂れたまま、 かしこまっていた。昼頃、ろ、大もて呼び出された。殿の言葉であるぞ、と、いつもの言語とはまるで違った人のように、春弦に言い渡しがあった。四九、松山城外にある大石殿の手元まで、殿のご視察一通を携えて、中止の役、仰せつけられる。 ご用済みの上もおさたあるまで、出先大石殿の手について罪悪のこと。よろしいか、カズエモン。あい分かったかはっ、ご所女粗末に住まいぞ。と、との墨付き一通を渡されて、カズエモンは夢心地に引き下がった。すぐ、旅自宅。そう伝え聞いて、彼の同僚たちは、 彼の住まいへどやどやと押しかけて選別を渡しながら外貨をあげたそして口々に「和右衛門女はいくらでもあるぞあんな女に未練を持つなよいくら正左もんやかんが気候の不落を言い立ててもそのまま受け取られるような女将ではない今度の縁組も小山田の一家が金に目がくらんで運んだことをまた相手の家紋にこびていること おそらく、殿にもそのあたりの彼らの心情は、憎んでおられるに違いないのだ。塩左衛門の漁場など、わかっている限りのことは、我々からも、言語殿を通じて、お耳に達してあるしな。はははは。ざを見ろというものさ。恋の婚礼などには、この通り、どれも嬉しないつもりだ。と、言葉の選別も賑やかだった。数えエは黙々として、 判定を追ってた。非番の者だけが十二三名。霊岩島まで見送ると言って彼と一緒にゾロゾロと肩を押し並べてゆく。回路、摂津から四国へ行く便船は、今宵の八つの揚げ潮に友綱をほどくというので、夕方の船着き場は積み荷や客の送別で雑踏していた。早かったな。うん、自動早かった。 邪道ではないが和右衛門の行を祝ってどこかで別杯を組むには近くの磯茶屋でそのまま感想の宴が貼られた遅れバせに見送りに来た藩士も加えて人数はいつか20名近くにもなっているあっちの混乱に負けるなと酒が回ると誰かが言い出して誰の感想やら日頃の鬱を晴らすやら わからない騒ぎになった。数えもんもはじめは浮かなかったが、坂月が重なるにつれて、ぽっといつもの顔になり、しまいには国元で王の黒兵衛から剣石を食ったお囃子の真似や裸踊りまでやり出して、江戸詰めの人々との当分の間の積別もいかんなかった。 奈らくに探す。船が出るそうでございますから、そろそろお支度遊ばして。茶屋の女中は少し早めにそう告げてきた。まだまだ。もっともってこい、下げよう。言うものもあるし、また。いや、もうやめい。乗り遅れたは一大事。ことに、トのご所長を持っていいのだし。それも何か、お急ぎの御用らしい。いくら急いでも。 つこ骨はつこ日にしかつかぬぞ。ない。おい、かずえもん殿。今こはもう身支度をしたがよいぞ。かずえもんは、その前から席を立って、支度にかかっていたが、何か探すように帯を振ったり、禅をのけてみたりして、うろうろしている体だった。かずえもん、何をしているのじゃ、何を。うん。ないのだ。何が。 そうなのご書面が。え立ってくれ。本当かおい。確かに、こう、懐にしっかと、肌につけていたつもりだが、冗談ではないぞ、カズエモン。お墨付きを失ったりしたら、一貫に尻を持ち込まれたくらいなことではすまんぞ。うん。そこ、巻いて見せてくれ。今見たよ。切腹者だぞ、カズエモン。なければ、切腹だ。 そう、平気な面をして言うなよ。おい、諸君我々だって多少困るぞ。多少どころではない。これは大変なことになったものだ。すっかり座布団をあげてみ。まさか、君このお手紙よ。でも、念のためだ。皆、顔色を失った。酒の酔いも一瞬に消えてしまった様子。船の出るのも、もう間があるまい、小車がキリキリと闇の空に叫ぶ。どうしたものだ ただ、和右衛門がここで腹を切ったからといって、それで済む問題でない、第一、松山への使命が遅れる。和右衛門は、正然となった。全く彼の影は、一時の間に細く見えた。つくづく、方向人の器でないことを、今さら自分で知って、おぞを噛むのだった。類相。 ルルソウ。もう、探しあぐれた。それでもないのである。醜い老媒はもうよそ。お詫びだけだ。と、密かに腹を据えた。彼は墓場のような今までの部屋をそっと出て、明かりはないが川沿いの一室が空いていたので、そこへ入った。そっと、後からついてきた一人は、彼がそこへどっかと座って、 脇差しに手をかけようとするのを見ると。待て、ま、待て、と必死で抑えた。今、ご一同が、とにかく判定へ掛け戻って、ありのまま、言語どのまでご相談に参った。死ぬにしても、それからにせい、それからなら、我々も止めはせぬ。我々とても、お咎めを待たねばならぬ。風右もんは、やや落ち着いて。そうかな。 そうしてくれ。そうしてくれ。あ、ひずめの音。判定から、もう早まだ。風もん、必ず、待ってくれよ。バタバタと、廊下へその同僚が出ていくと、すぐその者のを案内して、判定から駆けつけてきた大高言語が、息を切りながら入ってきた。言語は、彼の姿の無事を見ると、ほっとしたように、すぐ上位を伝えた。風もん、 そちはどこまで幸せなものであろう。殿のお言葉には、そちに託した一冊は、御書面ではなく、お手近の文庫より見出された、松山城の絵図面であるとの王盛。松山城に城受け取りの任を帯びて出向いておる、倉之助殿にとって、何かの参考にもなろうかと。そちを使わすついでに、お託し遊ばされたのじゃ。お墨付きではない。従って、 失うた祖骨は不届きなれと、保護一枚で人命一つを失う手は、なおもったいないと、ありがたいお言葉だ。保護と推されたからには、もはや、お許しと承知してよかろう。期待せずに、すぐこの便線で出達せい。カズエモンは、んと言ってよいのか、到底言葉には胸いっぱいの感情を。その一端でも、 あらわすことはできなかった。か、か、ほたじけのうござりまする。おいつの中に、やっとそれだけ言うと、顔を背け、がばと、畳に顔をつけてしまった。彼の泣き方も、野人そのものだった。とめどなくしゃくり上げて、鼻水をこぼしている。そして慌てて、 たもとから花紙を探し出して花をかみ、また涙もそれで吹いた。一人が明かりを持ってきたが、その手に遠慮して部屋の隅へ遠く置いた。まだ、ズえもんは泣いていた。訓音の台と身の二つかが、口惜しく考え出されて、言語は不当、彼が 涙の目に当てている花紙へ目を留めた。お風よ。これ、そちが今、たもとから出して、鼻水を噛んだその紙は何じゃえ言語は、濡れてくしゃくしゃになった花紙を、顔から離して、じっと見ていたが、突然、あっと飛び上がった。あったご所長が、ここにあった 所詮、太い老人骨は、親譲りのもので、我ながらどうにもならない。その不つ,つかな不方向を持って、口禄をはむのは、心苦しくてならないから。という一生、蔵之助に残して、不破和,和右衛門は、その後、松山城受け取りの藩の大人が住むとほどなく、阿公にも江戸にも、その姿を隠してしまった。 わし、と、言ったものが多かった。けれどそれから六年後、匠の神の共変があって、老子の名役が密かに結ばれた頃、彼はどこからともなく、のっそりと現れて、大高師匠、牛尾田又之丞の二人を介して、義挙に加わった。老子四十七名のうち、匠の神が生存中からの老人として、 呂名に名を連ねた者は彼一人だった。いや、真の老人骨の太さを持った人間も彼一人だったと言ってよかろう。小山田正在門は、よ、皆知る通り、うち入りの直前に脱走して彼らしい木働きから、不義士の名を百世に買ってしまった。一貫は、 それを聞いて憤死した。お田家へ嫁いだおちがも、とかく不和で、数えもんをどう思っていたか、それも語らずに、つい、終わってしまったらしい。